て。昔から万丈川の鮎っていうのはものすごくその市民の中では結構有名だったんですよ。万丈川の鮎っていうのはものすごく昔からの歴史のある魚ということで、佐伯市は海はアジ、河川はアユということで、アユを大々的に PR しております。で、万丈川は、まあ、水もきれいな川なんで、いつも、まあ、この時期というか解禁からは楽しみにしている川なんです。たまたま場所の選び方が良かったというのもあると思います。やっぱり、まあ、仲間が下見をしてきてくれてたとかそういうのもありますので、まあ、ここに入ろうというところに、まあ、入れたというのが一番の印象できた、数が釣れた要因じゃないかと思います。